さあ、今朝のおばあちゃまは、わさこおばあちゃま、普通さわこですけどねはあ、はあ、わさこはい、人面の左と書いて、平和の和解、それが逆なんですよね、ええ、おはようございます、わさこさんおはようございます、ばんさん違う、わさこさんを出してくださいはい、わさこですいや、違うって、だあの、後ろにおるでしょ、わさこがはい、わさこです <laughs> ちょっと待ってよ、生年月日言って。昭和十二年五月二十九日。おかしいな。ね、え?。あの。おばあちゃんですか?。はい。結婚しました?。結婚して五十八年目です。あ、やっぱ結婚してんねや。ねこんなんやったら表現が悪いけど。あの。生娘かと思うじゃん。そう?。ありがとう。<laughs> 声がまた高くなる。ってあのちょっと待って若いねちょっと待ってねはいワサコ今の声でエイジ好きって言うてエイジさん大好きじゃあ三はいらんのエイジだけでいいうんエイジ大好きようわちょっと待ってね今からねはいワサコは東成りの方でしょそうですお家が今里の近くです今里の近く そしたらねこの電話番号は言いませんけどこれはお家の電話番号ですかそうですそうすると今からくと七時までに着くからはい周り近所にはわからんようにねはい俺も着くからはいわさこあのこんなに言ったらおかしいけどあの家の中というのははいあの一人ですか一人です今は今は<の>え一人 D サービスに行ってます誰がおるって主人と二人きりですけどねああ今日は D サービスに行ってますそれで帰ってくんの夕方ま4時に帰りますあのねこんなに言ったらいかんけど今からダーッと毎日放送からね行ってそんなに何かと急いでね、はい、何かとできないからもう年取ってるちこっちも だから急いでね何とかしようと思ったって無理やからはいねちょっとこれあのその男なはい男に出て行きなさいって言え,る言えない今いないのいないけどもう帰ってこんでもええとか <laughs> <laughs> え <laughs> そんなこと言えないわ言えないの58年連れ添ったから58年も なんちゅう名前、はい、それその<え>そのおお男はなんちゅう名前五8年え何サカエルさんえエイドーエイゾーエイゾー、はい、エイゾです主人が<何>エイジさんより三がつきます二 <laughs> より三回なはいはい二より三ですそれで僕は英語の A だけどはいあのその連れ合いはななんどういう A? サカエルミタビさん えるっていう感じですやかましは <laughs> <laughs> えそのわさこははい。その映像とはどないして知るようたんあのー、親戚の世話で世話で親戚同士でね<ん>知ってたから<ん>あのー、あ縁を結んでくれましたうわ。それで初めて追った時にその映像を あ、この男の人だったら私はいいわと思ったのあの向こうもチョロチョロ盗みしてたしねああ私もまあ真面目で優しいタイプですからああ,あ,あ私はあのはっきりしゃべる方やからいいかなと思いましたそのアホみたいな男に映像にはいそうですねえアホやろこいつ そんな真面目で<ー>そお男前なん？うんまあまあ普通です。普通ったらお俺,俺の方が男前ちゃうの、英二の方が。いやちょっと負けてます。英二が。英二あの映像が。映像が負けてんの？はい。こんな不細工なんやっちゃねえ。英二 <laughs> に負けてるってよっぽど不細工やで。いやいや英蔵さんあの英二さん良かったよ野球選手で。<laughs> <と>頑張ってたもん。 え何を言うちょっと待って野球選手でよかったよっていってあのエイジはそうよみんな知ってるいろいろ映画も出たし、はい、ドラマも出たしはいやってたよはい何でもやられてたねそうなんで <laughs> それはそう言っていかないかんからね <laughs> えほいじゃ映像は綺麗な端正な顔してんのそうですままあ、まあ普通の ーあのまああの揃ってます道具はああそう道具は揃ってんの <laughs>、はい、まあ目鼻立ちもはっきりしててそうです<ー>まあ見たらちょっと優しい白い,い色が白いから<ー>優しい感じが受けます第一印象はへえそうなんだはいそれでまた映像はまた元気なんやな元気ですでもね<ー>ちょっとこの頃ね あらそうなん。それがたまに傷。ああそうか。それちょっとあれやな。いろんな刺激を与えないかんもんな。そうですね。今度それでね。うん。二十一、二十二と大井川の方へ旅行も行きます。静岡県へ。そうです。大井川へ。はい。なんでまた大井川。あああのここ,この方に行ってなかったから。ああ静岡の方に。はい。これでトロッコに乗ったり。あーあーああああある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 。たり。うんうん。クルーズに乗ったりあーあー 乗り物も面白いしまああのいいかなと思って行きます大井川鉄道のねはいあるあるあのいいんですよ大井川鉄道ってうんそのコース行ってなかったのあらそうな北海道8編え北海道8編8回もから全部行ったの北海道はい回まで行ったの もう行くとこないんです日本のえらいこっちゃなこれねうんほんで外国も見ないってきました外国まで。ちょっと待ってよ、はい、俺なんかいつもね北は北海道エりもミサキから南の九州ね、うん、ってずっとあの枕言葉のようにして覚えましたけどねはいハテルマ島までってねうん一都二十八軒ない四十三軒かうん、うん、その枕言葉のように覚えさされましたもんね それ言ってきたの。はいはい。しかし映像ってなちょっと待ってよ。何の仕事してたの？はい。エースバッグを作ってました。え？五十年。何バッグ？何バッグ？エースバッグの職人でした。エースバあのババッグのメーカーね。はいはい。あメーカーの。はい。エースエース。あのいいいぼ僕らも持ってるじゃないですか。そうです。大きなバッグから。いろいろ作りました。ええ。で、万博の時なんかチェックののボ とっても売れました。ああ、そうやってましたね。そう、頑張りました。ああ、そうか。今度また万博やりたいとか言うてるけども。はい。あの前の時にね。そうです。それで、元気の間にヨーロッパ。シン、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド。全部行ってきました。あのね。すごい。ちょっと待ってよ。映像、映像は。そんなバッグ作ってるぐらいで、その辺。 お給料がいいのい,いえあの工賃仕事やから働けば働くほどあ工賃あ稼げましたあの下請けみたいなもんだねそうですなら1個で1万円だったら10個だったら10万円になるからもう10個まで頑張ればそうですねだーん。ら目,目の前に仕事積んであるからうんほいじゃこれこういっちゃなんだけどあのお家でこれ作ってるんですかあのそうお家です<い><そ> ああ仕,仕事場と住宅と,住宅とあってあ<ー>そしたら使ってます和佐子さんはちょっとお,お仕事してるねあの映像の<え>映像の食事作ってお茶出して、はい、ね終わったらお風呂ちゃんと用意しといてやったらこの映像がこき使われてるの知らんと。私も一緒にしたんですよえあ そ,そこたたきとかじゃあ2人でいじかけもそしたら小さな工場みたいなもんじゃないそうですよ家内牛ですもんあ,あれそうかうそういうものを集めてねメーカーさんとして売ってるわけだねそ,それを我々は買うわけだはいはい、そうでれで豚屋さんにお,おろしますあ<ー>あ はい、そういうかそういう家庭、はい、だけどそんなあんまり作ってるお家なんか見たことないけどね。ねデパートへね、はあらほじゃあ時々見に行って、はい、あ私の作ったものああの人がもう手に取ったとかで、うん、嬉しいでしょうね。そしたらそれをねもしえ買って帰ってらっしゃるのを見たら。うんうん 梱包してあるけど、ちょっと自分の作ったやつがちらっと見えたりしたら嬉しいだろうね。ええー、まあ、まああまりね、見なかったけど。うん、いやいや、久保が作った。久保と本院で頑張ってました、<ー>家で。ああ、久保が二人でね、明都で作ったのに、ああ、でも喜んでくれてるわっていうのは。それはそうです。それが。 主人がね、こうん、てくれる人が、うん、あの、う代理に使ってもらうように。気付けてやれよって、いつも言うてました。あら、そうなんだ。はい、とってもね、あ,<ー>あの、職人たたきの人間です。えいじとえいぞうでは、えらい違いやな。ああ、えらい、あの、また違いますね、人生が。<laughs> じゃあ、じゃ、人生じゃなくて、ええ、じゃ、えいぞうさんもちゃんと真面目な方だったんだ。 です真面目でもう遊ぶこと知りませんでしたはあそうそれやから私が共に10日間ほど外国行ったり、はあ、お友達はよう家庭の延長で行くな主人とばっかりって言われたけども、うん、私は一緒に働いて一緒に楽しんでその主義でしたから、うん、長い間どっこも主人とですあらそう そしたらあれやね結婚したね二人が本当に恵まれてこれ何十億とおるんですよ地球にはそうですねそんな中でたったお二人で千切りを結んではい、はい、ねそして今まで幸せだっていうのはこれは俺はこれ本当に羨ましい限りですよそうですかえいじあのねみそのひばりさんと生は同じ日に受けたけども私は人並みの幸せを 質問して、来られて、喜んでます。えひばりさんと同じ、あ、年月日なんだ。はい。はあ。しかし、映像と英字では、えらい違うもんやな。<laughs> えいやいや、映像。<laughs> うん、うん。そんなんで、二人は。うん。これからもね。うん、うん。お互いに。そりゃそうや。うん。頑張って、い、こうと思ってます。だって。あの、昔よ、言うたのはね。 一つ年上のね姉さんとというのが一番幸せやっていうのなんかね言葉であるじゃないですか。それが一つ上のね兄さんと一緒になって姉丈夫。ああ、私はした一つしです。そうですそうです。そしてこれちょっと気遣いする方やからね。うん、料理もね、いろいろ気つけて。いやそれとね。 元気です。そうよ元気だよね。はい。映像も。作るのが大好き。外食はあまりしないの。あらそうかそうか。そうすると今はお孫さんが何人ですか。孫ね四人です。へえ。それひい孫もおるのも。今も一人できました。去年の十二月三日。ああじゃあまたまたちょっとまだ寝たまんまだけど。かわいい。またかわいいんですよ。 もうそんな顔が顔立ちがはっきりしてるんだはいこの間もねカブトあの腹巻きの金太郎の金つけてあのカブトをかけたあのつけた写真を送ってもらいましたそしたらひい孫はひい孫はおしめ変える時にひい孫はおしめ変える時にあのししとうみたいなのがついとるんだよな てるから知ってません <laughs> ならいいなぁはい僕<も>みんなねああ順調に言ってくれてるからそれだけが感謝ですいやそれとね今のお話から聞くともう皆さんお元気そうではい。何よりでございますねそうですえ？もうね今を生きる楽しさを大切に、うん そして、どうぞ。生きていきたいと思ってます。大井川に行かれるそうですから。はい。大井川、もうちょっと、ね、暑くなってからにして。はい。それで大井川泳いだら、どう、あの、ね、昔じゃないけども、肩車して大井川運んでたよね、旅人っていうか。本当やね。ああ。ワイキキで泳いできました。あら、やかましいわ。ハワイの。ハワイの。分かってるわ。ハワイのことなら。はい。 もうね大体ねいろいろ見てきましたそうですかだけどね何よりも今のお声もそうですけども映像さんもお元気なのが何よりですからそうですあのちょっとね人気の方が忘れっぽいからねはははいいひどくならないようにねするのが私のねあの役目だと思っていろいろ脳に刺激を与えてね。 ちょっと刺激与えるのにはあのー、頑張っていこうと思ってます、はい、主人を支えてわかりました主人映像よりも英字とちょっとねはいちょろちょろしますかそしたら映像がクソとか思って意識がしっかりしてくって若返るんち <laughs> ええだから映像が家におるときにはいただいまっつって俺と一緒に帰りましょうかあはははまさこさん夢ですねそれははははは ああ<ー>、これからもどうぞ。お二人とも。それからお孫様ね。ひい孫もね。もまはい、どうぞお元気で。はい。ありがとうございま。お越しください。ごきげんよう。ありがとう。光栄です。ありがとうございました。今朝は早くからすいません。はい、どうも。